事故です。誕生日全集の中にパーソナルデーという誕生日の数字について書かれているページがありましたので、そちらを朗読します。今日は誕生日が10日の日の人の項目を読みます。パーソナルデー10の人はパーソナルデー1の人と同じように、どんな困難もものともせず目標に向かってまっしぐらに進むタイプ。自分独自の世界を持ちたいという強い願望を持っています。また革新的で自信にあふれ野心的、大きな視野で物事を捉えることが多く、世俗的なことにも精通しています。独創性に富んでおり、自分の考えを押し通す強さを持っています。しかし時々孤独を感じたり、人からあまり好かれていないように感じることもあります。新しいことを始める力の持ち主で、開拓者精神が旺盛。そのため誰も予想しないようなことを自力で始めることがあります。ただし自信の喪失、恐怖心、人から認められたいという願望などが相まって依存心が芽生えることがあります。世界が自分を中心に回っているのではないことをよく認識し、自己中心的になったり傲慢になったりしないよう気をつけましょう。目標を達成し成功を手に入れることが、このパーソナルデー10の人に共通の願望です。多くの人が仕事においてはトップの座を手に入れることができます。長所、指導力がある、創造的である、革新的である、力強い、楽観的である、強い信念を持っている、競争心がある、独立心がある、社交的である。短所、横暴である、嫉妬深い、自己中心的である、うぬぼれが強い。以上です。今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。